相手は平岡秀夫86ということで5組目今スタートを待っている状況です、はい、チャンピオンの権利があった状況でのニューマシンの投入、思い切ったことをしてきました HK スワークス。もしあのまま S1 号であったらと思う人はもちろんいっぱいおりました。しかしそれでも HK スはこのニューマシンアルテッツァを投入してきたんです。500馬力オーバーのアルテッツァ。さあこの新旧のトヨタのマシンの対決という感はありますが、エスペリアカラーの86平岡がまず出ていきます。そしてその後ろから谷内信輝が追いかける。アルテッツァニューマシンどういう形になりますか。さあ追いマシンの86平岡が前、後ろからアルテッツァ谷口が追いかける。1本目踏んでる、来た平岡、来たギリギリ来た。これは思いっきり攻めてきた状況、テールが流れすぎて平岡に当たったさと見てよろしいですね。あれはちょっと行き過ぎですね、行き過ぎですね。コツンと当たるぐらいだったらいいんだよ、はい、ほんのちょっと今勢い強かったですね。ちょっとね、ちょっとだからもうちょいフットブレーキ使えばよかったね、うん、あれただこのつくばはね、はい、正直言って抜けるポイントじゃないんですよね。谷口は抜けモード入ってました、ね、今抜こうモードだったでしょ。抜こうモード、抜こうモード、抜こうモードね。オーバーテイク取り状態に持ち込んだ、うん、ここちょっときついですよね。角度がちょっとついて、角度が乗ってますんで。ただやっぱりね、これはチャラ男君にしても、はい、平岡の速さ知ってるでしょ、だからやっぱりね、はい、あのスピードで来ざるを得なかったかな。なるほどね。谷口さんがちょっとぶつけすぎた、強くぶつけすぎました。了解ですよ。さあ攻めたんですが結果は 10-0 ですね。これ 10-0 です。大きな大きなアドバンテージが、でもね、うん、当たっても、はい、平岡カウンター戻ってないんだよ。1回も戻ってなかったですね、加速しましたからね。谷口が戻っただけでイヤバンパー吹っ飛んでましたけどね。さあ入れ替えた2本目ということになります。さあ今度は前を行く谷口伸ってる、後ろから平岡、平岡としてはその辺が使われていれば普通に走ればいいんですが、平岡が食い込む、食い込む、食い込む、いや平岡すごい、平岡すごい、悪縁ボクボクはアルテッツァ谷口見たか、今見ました。平岡ベスト8進出、平岡秀夫、いや平岡行きましたよと同時に決定いたしました。ここで2004年の余計なこと言うな、余計なこと言うな、余計なこと言うな、はい次、はい次、まずは今日の、はい、今日のチャンピオンが大事なの、はい次、はい次の対戦は、はい、さあということで、はい、5組目は決定いたしました。平岡秀夫ベスト8、今平岡行きましたね、ものすごい行きましたね、追いかけも2本目も今の見た、見ました、素晴らしいですね。200馬力の86が500馬力のアルテッツァのインサーしたんだよ、行ってましたね、これはものすごいことです。キャビナで走れないからさあ、日比野哲也現在シリーズランキング第9位、第3戦の恵比寿の2位、そして第6戦の恵比寿の、5位という成績が光っております。対する末永雅夫、ここのところあまり良くない、第2戦の須郷で8位のポイントがあるだけというところ、アーリーエマミアのマシンに乗っている末永雅夫の正念場、日比野哲也が前、後ろからアーリーエマミアの末永が振ってきた、末永が振ってきた、入ってきた日比野に対して末永がどう食い込んでくるか、インがちょっと開いた、インがちょっと日比野開いたところに、どうだ、日比野がオーバーランですね。日比野の第一ヘアピン、やはり若干オーバー気味に抑えきれなかった、シブロック、はい、結構なアドバンテージ末永です。さあ末永のアドバンテージ1本目ということになりました。お前の言ってみよくわかんねえ、勝負がつくかどうか。さあ2本目に入りました、末永雅夫が打ってきた、日比野はどうだ、日比野どうした、日比野、日比野はまっすぐ入ってきた、さあここは抑えて日比野が、これは確かにマシンのポテンシャルの差もあります、大きく大きくバーの差もありますが、これはね、はい、もうなんかね、末永ね、なんか王者みたいな走りした、今いい走りですよね、今素晴らしい走りですね。この対決もちょっと微妙ですよ、ね、追走になるとね、陽一はね、はい、熊と一緒ですよね、うん、で逆に黒井は単走はいいんですけども追走で上に行けない、追走弱い、方面がよくわかんないですね、うん、だから車が黄色いから黒井なんだよ、そう、もしかして下らないこと言おうとしてます、あ、ね、うん、さあ1本目1コーナーから現れました、前を行くのが黒井淳、そして後ろから今村陽一が、ここはビタビタに来るか、さあ角度としては黒井だ、角度としては黒井だ、ここは後ろを見ない状態で、ああ黒井がいいな、おお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 お
ドップ並べないよ、怖くて。怖いですよ。嫌ですよね、あれね。弾かれちゃいますからね。大きく見たんですよ。大きなアドバンテージ、オルトさん。じゃあ今村でよろしいですか。もちろんです。両者ともに大きなアドバンテージ。ちょっとあれですね、もう車が止まんないですね。もったいないね、今のね。腕はあるんですよ、黒い。今入れ替えで、まずは今村陽一、後ろから黒い八代来た。さあ、これで勝負がつくか。大きなアドバンテージは今村だ。大きく振ってきた。今村、そしてインサス、インサス危ない、うわー、陽一行っちゃったよ、陽一が行っちゃったよ、そのままこれはもう明らかに黒いの負け、タイロットも折れてしまいました。陽一何事もなかったかのように行っちゃったよ、ベスト8進出、今村陽一、はい、普通ね、うん、あそこまで強く当たったらスピンして飛んでくぞ、ね、なります。おーってきて、あれやっぱ上と積んでるからだいぶ違うんじゃないですかね。86とスカイライン、これもちょっとまだまだ分かりません。180馬力とそして470馬力と、そういった対決はどういうことになりますか。ベスト8の座はあと一つということになりました。松田か野村か、さあこの勝負で決まります。紫の86、松田が前、後ろからブリッツワークスカイライン、野村健の1本目、来てきた、来てきた、近い、ビタビタでノブケンが入る、スピード負けてない、ビタビタでノブケンが入っている、さあどうだどうだどうだ、ノブケンあんだ、ノブケンが、あー来た来た来た、あークラッシュ、ノブケンダメだろ、もつれるような形でノブケンクラッシュ。第一エアピンの立ち上がり、松田豊久と並走するような形だったんですけれども、ちょっとお互い譲らず、焦ったな、あそこはね、今村みたいに引かなきゃいけないですね、引かなきゃいけないところですからね、そ, ね、その手前でね、何度も当たってるんですよね、はい、ですよね、その手前でもガチャと当たってました、ね、どうやら今コース清掃にも入ってラジエーターのパンク、どうやらこれは野村健のラジエーターパンクということは、ここで勝負が終了ですね、ついたね、そうです、あー今バックストレッチ引かれてきます、野村健のブリッツスカイラインは、ね、スカイラインが戻ってきた、おーい戻ってまいりました、あお客さん、猿に物をあげないようにね、いや今野村さんそんな緊急じゃないみたいですよ俺もそう思うよ、はい、いや野村さんとりあえず人気ナンバーワンだからね、ここで終わってしまいましたけども、今年1年本当に素晴らしい戦いをしました、野村健に大きな拍手をお願いいたします。さあいよいよ再開ということになります。ベスト16すべて終わりまして、ベスト8出揃いました、怖いね、こっからベスト8、今この8人はすべて全員ポイントを獲得、ベスト4をかけた戦いということになります。マクボ上野という対戦もあまりなんか見た記憶はないですが、どうでしょうか、ね、さあでも今日の上野いいですよね、箕輪新庄を破ったあたりもいいアグレッシブに織田さん食い込んでくる感じありましたからね、はい、いや上野今日は正確ですよ、乗り方が、はい、なかなか、ね、ミスもないですね、はい、今日ね、でね俺上野の方が遅いと思ったら、はい、8億のスピードについてくる、ね、そうですね、うん、なかなかいいスピードもあると早いんだよ上野、はい、オレンジの S1 号が熊久保、後ろからマインデッドメタリック上野貴弘ソアラ、さあ入った1本目、振り角度は熊久保結構いいぞ、いいさあそして決めてきた上野、上野離された、上野がミスいたしました、離された、これはアドバンテージ熊久保のむしげということになります。上野もいいんだけどな、止めきれなかったかな、熊久保結構スピードできましたね、割とね、はい、熊のスピード、2本目は今度は熊久保がどこまで食い込むかということになりますが、どうでしょうか、熊ちょっと今日怖い、インネットメタリック上野貴弘ソアラ、そこに熊久保が食い込んでくる、さあどうだどうだ、来た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 、熊久保が来た、食い込んできた、入った入った、ロックオン、おいおいダンロップしたも食い込んだ、あの辺が今まで今日何度か接触あったじゃないですか、はい、あの辺がうまいところなんですね、熊久保のね、ちょっと熊久保のこれはテクニックですね、熊はぶつけないもんですね、うん、決定いたしました、うん、ベスト4進出熊久保信繁、はい、ね、上野も全然悪くない、悪くない、全然悪くない、悪くない。